男ンぼ乗りのお話です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は中国製 YD28 キャブの取り付け準備です。カレンコンポをグレードアップするために買ったボアアップキットと YD28 キャブ。今回は YD28 キャブの取り付け準備を行います。まずはオイルタンクを外すため、オイルタンクのオイルを抜くことといたしました。1リットルのペットボトルとダイソーで購入した水槽用ポンプを利用し、オイルを抜いていきました。 この水槽用ポンプ、何気に役立っております。オイルは大切に保管しておきました。続いて外装を外しました。外装の塗装もそろそろ始めなくてはなりません。以前塗装したプラサフも一部剥がれかけております。 こちらについても重い腰を上げる必要がありそうです。フィッティングしてみました。やはりオイルタンクが邪魔なようです。今回は素直に混合仕様でいこうと思います。続いてオイルタンク外しです。ボルトは今緩めている部分を含め2箇所ありました。 今指さしているのがオイルホースです。こちらも取り外す必要があります。ドレンホースも同様です。オイルをこぼしてしまう恐れがあるのでマットを引くことといたしました。今しばらくお待ちください。オイルポンプ側のホースを外すことといたしました。外れました。 ガソリンタンクについていたドレンホース2本も外しておりますあとはオイルタンクを引き抜けばオイルタンクが取れるはずです 無事取り外すことができました。続いてオイルポンプの取り外しです。オイルポンプを固定しているボルト類を抜いております。オイルポンプの取り外し以前にやったはずなのですが、取り外し方法がうろ覚えです。おぼろげな記憶を頼りに回したり引っ張ったりやってみました。 ただ刺さっているだけの予感がしましたので、力ずくで抜いてみました。抜けました。オイルポンプの取り付け穴をどう塞ぐか今後の課題となりそうです。オイルポンプの内径を測っておきました。22mm でした。次はキャブレター外しです。まずはパワーフィルターを取りました。キャブレター取り付けボルト2本を取りました。外れました。 キャブレターにはガソリンホース、アクセルワイヤー、チョークワイヤーが繋がったままです。まずはアクセルワイヤーを抜き取りました。ガソリンホースも取り外しました。こぼれたガソリンを拭き取りました。ここでトラブル発生です。チョークワイヤーが固着して抜けません。強めに引っ張ったりもしましたが抜けませんでした。 チョークワイヤー固着問題勃発です。とりあえず潤滑剤を吹いて放置することといたしました。10分ほど放置いたしました。まだ固着しているようです。 ネジを締めたり緩めたりもしましたが、変化なさそうです。 今度はパーツクリーナーを吹き込んでみました憎しみを込めて引っ張りましたが変化はありませんでした かなり時間がかかりそうなので他の方法を考えることといたしましたワイヤーをチョークレバー側から取り外すことといたしました外れましたワイヤー救出方法は別途考える必要がありそうですマニホールドを外すためボルト4本を緩めております もうそろそろろ外れます。スペーサーとリードバルブユニットを取り外すことができました軽く掃除しておきましたまたフィッティングいたします 装着後のイメージはだいたいこんな感じかと思います。オイルタンクを取り外しましたのでアクセルワイヤーのアクセスはしやすそうです。もう一つの問題は油面です。こちらの調整をどうするか今後の課題になってきます。続いて下駄の取り付けを行いました。コーナンプロで購入したキャップボルト4本で止めております。 レンチを使い、増し締めしていきます。ここでまさかの問題が発生いたしました。矢印で示しているキャップボルトが閉まりません。下駄とボルトが当たってしまっているようです。この後も緩めたり締めたりを繰り返しましたが、うまくいきませんでした。 諦めてボルトを外してみることといたしました。 ネジの頭に傷が入っており、下駄と干渉していることが分かりました。残念ながら今回はここで時間切れとなってしまいました。今後の課題について、下駄取り付け問題の解決、下駄を削るかボルトを削るか迷っております。チョークワイヤーの救出、アクセルワイヤーの製作、ボアップキット取り付け、キャブの油面調整です。まずは下駄問題からどうにかしていきます。この10万円カレンコンポの行く末を見たい方は次回をお楽しみに。ではまた 先日、新幹線に乗り、名古屋に行って参りました。駅のホームで、キシメンを食べました。目的地は、名古屋モーターサイクルショーです。かなりの人出でしたが、通路幅が広いため、ゆったりしておりました。続きの早ヤブにも、またがることができました。ご覧ください。 なぜ私がスーツを着ているのかは内緒です。ラッピングを施した畳めるバイクや元コンポも展示されておりました。YouTuber 合同オフ会ブースで、ばーさんを隠し撮りしたりもしました。ライブカメラに私も映っておりました。帰りは鳥人のお店で一杯やって帰りました。美味しかったです。名古屋モーターサイクルショー、遠かったけど楽しかったです。また行きたいです。ではまた。